稲葉ニュースの時間です。ずっとずっと。はい、皆さん、なんと今日はね、まあ、公園、近くの公園に来てます。そしてね、今回は縄跳び、縄跳び、縄跳びにチャレンジしたいと思っているんですよ。有酸素運動の一つみたいで、はい、ジョギングとかウォーキングとかも非常にいいってね、書いてるんですけども、はい、やっぱ時間ねなかったりするんで、この短時間で、まあ、できたら1日ね10分やるとかで、その効果が出せないかなというところで縄跳びを選んだっていうのはありますね。やっぱシャープな体をね維持するっていうか、まあ取り戻したいというのが大きな目的かなと思ってますね、はいはい。今日時点で69キロですね。残念ながら現実です。まずは1週間やってみて、まあ、どれぐらい効果が実際にあるのかっていうのはちょっと検証 していきたいなと思っています。はい、めっちゃもずいな。飛んでない。嘘ついてる。めちゃくちゃ。やばいですかこれ。やばい。これ、まあ、1週間。今日1日目ですけど、頑張って1週間続けてください。縄跳びダイエット、まあ、1週間かなり最初より飛べるようになってました。あ、そう感じました、はい、そうですね、1回目ひどかったんです。いや、もう自分でももう無理やなと思ったな、はい、なんかちょっと変わった飛び方してるなて、まあ、ちょっとね、もう多分誰かに習ったわけでもなく、ちょっと我流で行ってもたから稲葉跳びかもしれない。いや、そうやね、はい、稲葉跳びで稲葉跳び、うん、そうやな、それが良かったのかどうかはちょっと、はい、まあ、私しか分からないっていう。結果発表ということで。あ、結果発表は、そうだね、68.9 から、一応今朝測ってきていただいたということなので、そちらを教えていただいてもよろしいでしょうか。なんと、はい、68.7キロ、 200g、 200g やね、まあ、肉で言ったら 200g の、正直体重毎日測ってて、はい、あんま変わってないなっていうのはちょっと感じてましたね。結果としてはその、まあ、200g 下がっただけやけども、はい、そのやっぱ呼吸器系がだいぶ強くなってる。うん、やっぱカラオケとかでもね、なんかもう歌っとったらだんだんもう肺が痛なったりみたいな、ちょっと歌ってて途中でもうなんかしんどいなっていうのがあったけど、まあ、それが全然なくなった。確かに、うん、なんか1回目の時は本当ひどかったですけど、うん、今日は最後まで一応飛べてましたね。そうやね、なんか飛べなくなるとかね、歩くとか、はい、飛ばないとか、なんかもう振り回すとか、まあ、そういうのはもうなくできたっていうのがね、やっぱり人間やれば上手、体はね対応してくれるなと。結構体がよく動くっていうか、そのなんかキビキビ動けるようになった。なるほど、はい、うん、まあ、ちょっと7日間ではねこのような結果だったんですけども、はい、やっぱこういうのでね7日やってもやめてしまったら、せっかくねここまでちょっと築き上げてきたものがまたゼロに戻っていくっていうのはちょっともったいない、はい、なんでね、せっかくねこんな機会があるんでね、これはちょっと継続してね続けていってね、
夏ボディをね、稲葉夏ボディをねちょっと作りたいなと思ってますね。じゃあまた報告してください。そうですね、またね報告しますので、ね、この結果をね、はい、楽しみにしてください。頑張ります。ここまでは178コード稲葉がお送りしました。やんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、稲葉です。今回はくら寿司の全ての従業員が行っている感染症予防の取り組みをご紹介したいと思います。たくさんの取り組みありますが、今回は基本的な3つの取り組みを3日に分けてご紹介します。それではどうぞ。以上となります。これらの項目は誰でも簡単にできる内容と思いますので、ご家庭などで参考やお役に立てればいいなと思っております。皆様、大変な状況ですが、新型コロナウイルスに負けずに頑張りましょう。